よろしく頼むぞそうさんさ始まりました懐かしい記憶く、うん、ああ、ガスにかぶったの今うん なんかいきなりラスボスみたいに出てきちゃった感じだけどさ。これ、もう全滅パターンなのかな先週も言ってたかもしんないけど。この3人が。で、なんか執着をみたいな話があったから、これ倒す倒さない関係なくさ、なんかもうアンデッドとしてこの3人はこの場に存在できなくなっちゃうんじゃないかなって思うんだよね。 だから、あそこの勝敗関係なく、もうお別れなんじゃないかな、ウィルは。だから前回あの、ね、自分のお嫁さんとか子供を連れて、この三人の元にいつか戻ってくるんだ、みたいな感じだったけど、もうあれはないんだろうね。って思ってるけどね。これ、今の予想を覆してくれると嬉しいんだけどな。これからもこのウィルがね、 冒険をしてる時にまた戻ってこれるような場所として、マリーさんたちがみんないてくれると嬉しいんだけど、なんかそんな感じにはならなさそうだよね。そして、この話が終わったらいよいよ多分外の世界に行くと思うんだけど、その外の世界がね、また一体どんな風になっているのか。今ここに映ってる人たちと仲間になるんだろうけどさ。いや、とりあえずあの現状ね、 まあ、どう打破するどういう展開になるのか見守りたいと思います。さあ。うん。ガス頑張って。マジで。うん。今まで見せたことないくらい本気なんだろうな。すべてを知りつつ。どういうことかなーいやーガスもすごいんだろうけどね。 いやー、やっつけることはできなくてもせめて撤退、また次みたいな感じになってほしい。究極の破壊魔法。え、全存在の、え、すごくないガスさん。あれあれ勝ったんじゃないまさかの。勝った。いやー。 多分うーんガスすごい <laughs> えー、いやーダメなパターンかなと思ったけどねいい形で裏切ってくれたあんた思った通り持たせたかったあーやっぱもうもうやっぱダメなんじゃない 今あいつが帰ったところでうん、うん、ええー、終わったんじゃないの今のやつだろまたいやてかガス大丈夫真っ二つだけどああーあああ えもう、ちょっとちょ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 、やめて。いやー、うまくいったと思ったのに。そう、スタグネートなんだよね。やばくない出た、また執着。うーん、ガス。ああ、ウィル。えウィルどうなるの よくやってくれたうん。はい。それは知ってる。えなに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 あー、これだ。あー、だから、ウィルのことを愛してしまったことによって、あー、 だからガスだけは、かたくなに、そのハイキングのこともあるから、ウィルに対して、あんな感じだったってことなのか。うーん。えいや、そんな、それは結構、 誘い文句としてはうんああここではないんだあとりあえず退いてくれたのはありがたいけどみんな大丈夫なのねえだからもうブラッドとマリアはもうあれなんだねガスもけど多分うーん そういうことだね。うーん。うーん。いやー、これどうするの。あ <laughs>。 やばーうーんまた同じようなことになっちゃうっていやーえー、これなんとか回避できないのかな なんか、ウィルがさ、なんか他の神様と契約っていうか、あれがなんかでなんない、なんとかできないの今のあの、スタグネイトだかなんか。<laughs> ブラッド。うんみんなああ、やっぱ傷は治るのか。でもマリーさんが炎で燃えても平気なような感じなのかね。どっちにしてもその執着っていうのがあるから、タイムリミットあるのかな。 取り立てにね <laughs> うんそうだな一発くらいぶん殴っときたいとこだねいやーいやーそれ頑張ってほしいもう一回戦うってことかさっきのもう一体と。 ええー、その場にいるなってことそんなの分かりましたって出てけないよねああこれどうするかなビル話すかなあ言ううんー言った ガスはなんか今の反応、ちょっと、可能性の一つとして考えてたのかなうん。うん。あんなに迷惑。 いやーこのままお別れになっちゃったら、ウィルの心がまた、なんか耐えられないんじゃない大丈夫えマリさえひっぱたかれちゃった。うん、手が、なんか。うーん。 いや、もう最高だよね、マリーさん。<laughs> いやー、<laughs> マリーさんやべえな。うわー、<laughs> やばー、<laughs> マリーさん好き。<laughs> いやー。 うーん。いいお母さん。いやー、こんな時ですらこういう感じで接してくれるんだねー。うーん。お願い。えそう。うん。ああ。 なんか、過去とか、そういうのをもらおうって感じですかね。対策として。うん。やっぱり。で、答えてくれんのかあれあ,あもう行っちゃうのいや、頑張って、なんか、はちまち来してないなんか、ビール戦う気満々だろうな。 いやーけど勝てる相手ではないと思うんだけどなーって思いながらも勝ってほしいああもういるうん悪しき神いやー頑張れうーん挑発してるねよく考えてきている うん、他の三人がどっかに潜伏してるってことなのか今の。四角。ああなるほど。いきなり戦ってはくれないよね。うん。ああ、じゃあその人たち。 あそれが今、アンデッドとして目の前にね。いや、数 <laughs>。うーん。あ、あれだ、持ってきてるね。あの、ブラッドからもらった剣。あれ、結構役に立つ。あ、けど、あんま使っちゃいけないとも言ってたよな。傷とかを癒すんだよね。確か。吸収してエネルギーみたいなの。あれ、え、魔法使ってくるやついんの なんか、雑魚なのかと思ったらすごくないいやけど、ウィルもすげえな。え、100の英雄じゃあ、ここにいるは全然雑魚じゃないじゃん。めっちゃ強い人たちなのか、もともとは。いや、けロ、大丈夫か、この数アイテム。えなんだうん。 ああ、認められたんだ名前聞かれてねうんああまたまたそれいや、ね、これちょっとずるいよねマリーさんたちと一緒に入れるとかさそういうさっき言ってたじゃんうんしねいやそこを それはさあ、次元をせいだ。うんまあ、この世界をウィルはそんなにまだ知らないだろうけどね。えっ本当に永遠に優しい世界を作りたいって言ってたよ。まあ、一応… あれだもんな、こんな見た目で悪そうだけど、神っちゃ神なんだもんね、分類的には。あ、なにの契約みたいな。あー、え、飲むの。うん。いや、飲まないよね、さすがに。んって、槍置いたな。あ、あえて近づいたのか。 あの剣ならさ、こいつ倒せないかなうん、うん、ああ、やっぱり。え、どうなの聞くんじゃないなんか前回すごい説明してたじゃん。この剣ならなんか、うんちゃらみたいな。<laughs> うんちゃらしか言えない。<laughs> ああ、吸い取るみたいな。いや、どうなんだろう。ああ、治ってる。いけいけ、いけいけ、決めちゃえ。 まさかのこんな序盤に決まるか分からんけど。うん。あえー、何それあ、ヘビーえうん。いや、あえああなんだ毒麻痺いや、倒れちゃったけど。 何かうん。ああ、精神世界的な感じですかね。うん、えそういうこといや、まさかそれはないよね。懐かしい。え前に歩いたどういうことあれ え、これ、あの、オープニングにいた人かな灯しの神様あれか。なんだっけあのー、役根場みたいなやつ。<laughs> なんだっけえーっと、グレイスなんとか。下が出てこない。<laughs> うん。世界。 何流れ星じゃないんだうんまあここに来て今のはこのウィルになったのか地球からうんうんうん いや、ダメな生き方って言っても、何かに挑戦したから倒れちゃったんでしょもうその挑戦したことは称賛したいけどな。死んでいないだけ。いや、結構辛辣な言い方するね <laughs>。うーん。重荷か。まあ、それはまあ思うわな。ちょっと。うーん いやこの人を助けてくれるんじゃないかなその籠的なものこういう立ち上がったらなんか特殊な力とかがあるといいけどね、ウィル。うん。家族として生きて死にたい。 いや、守って、頼む、頼む、頼む。もう、あの三人が消えるとか嫌だ、俺。いけるかも。あ、これいける可能性出てきたね。うん。あ、なに契約的な感じなんだろう,うん。なんだ、これ。 何が起こるんだうんやっぱ異世界ものだけどちょっと他と違うねんうん感謝うん何かなったんだろうなともし火の女神 うん。近く。共に行こう。ああ、そばにいてくれるってことえじゃああっち側に出てくるのかな普通に姿が。今。違うか。いや、ん なんだう,うん共に歩むマリーさんがあれだねやってたやつだねうんこれあれだよねうん神の炎生酸 うん。あー、マリーさんの。まあ、一緒にやってたんだよね。強い、近い。あー、さっきのがそれになるのかなうん。いや、そういうことじゃない。あー、やっぱり。うん。 惜しいあーそういうことかぜひもないいや頑張れウェールいやーその剣があれば何とかなりませんかねうんわかるえすごい やばいあーじゃあ相性的にはバッチリなんだ。アンデッド。これならあれかもね、いけるかもね。あーいや、あれはブラッドたちの手助けないの重力は。やっぱ一人でやるのかこれ。うん。うん。 うん。あびっくりした <laughs> グリスフィールさん、教えてくれてんのかな何か。警告どういうことうん。あえそういうことあ、ここにブラッドさんたちいないのか。あー。 ウィル、そうだ、置いといて、うわぁ、最悪。あ <laughs> 終わった。<laughs> えー、もうなんかさ、急になんかウィルがクリスフィールと契約したからさ、行けそうな流れなのかと思いきや、また、ダメかもっていう、この、絶望に落としてくるよね。 すごい、こう、揺さぶられたよ、気持ちを、今回は。あの、マリーさんの前半の歯ところも良かったね。だからもう後半の、なんだろうな、結構言葉の、なんて言うんだろう、やりとりっていうか、このセリフの使い方が、他の異世界ものより、大人向けなのかな、ちょっと難しいところがあって、バカな僕にはちょっとわからない部分がいろいろあったけども、だけど、この灯し火の女神 まあ、この子と契約したことによっての相性は、スタグネートに対してはバッチリなんだろうな。で、スタグネートもバカじゃないんだね。あそこで、ウェルに向かっていくのかと思いきやさ、周りにいると見せかけての。け、それを、またグレースフィールはさ、分かったっていう。いや、来週なんとか決着つけてほしい。いや、倒さなくてもいい。せめてここから退いて、 3人が無事だったらそれでいいんだよ。それだけを望むので、帰る場所を作っといてほしいんですよ、はい。というわけで今回ね、最果てのパラディン見させていただいたんですけどもえ、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり、僕の両親に対するコメントお待ちしております。以上動画ぶたずごししまた、はい